バスケットボールは好きですか？はい、大好きです。どうも、バスケットマンです。さあ、今日も始まりました、バスケットマンのスニーカーと NBA ということでですね、最近ですね、レディースでなんかね、スニーカーがバカ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 出るじゃないですか。でね、やっぱりレディースとメンズのサイズ感がね、ちょっとわからないって人がいるんで、今日はね、それを徹底解説したいと思います。ということで行ってみましょう。レッツティップオフとかでね、レディースなんですけども、最近レディースで出るのはジョーダン1、そしてジョーダン4、ジョーダン11とか多いじゃないですか。でね、レディースサイズとメンズサイズってね、やっぱ20、僕8ハーフなんですけど、レディースの8ハーフとメンズの8ハーフは全然違うんですね。だからレディースでかっこいいのが欲しくても、サイズがちょっとわからない、きついのか緩いのかみたいなね、ことがあると思うんです。なので今日はね、これを説明したいと思います。で、僕が履いてるのが 26.5、 今日履いてるのはですね、はい、ジョーダン4、はい、ブレッドということで、こいつを今日履いてるんですけども、まあ、ジョーダン4のジャージと一緒でね、これ合わせてるんですけど、で、まあ、大体僕、前にサイズ感の動画出した時に、8ハーフが多いって話をしてると思うんですよ。で、僕はジョーダン1、8ハーフ履いてます。で、ここで、まあ、ジョーダン1のパンダとか、まあ、いろいろ出るじゃないですか、レディースが。で、ジョーダン1のレディースは、メンズで何を履けばいいのかって話になるんですけども、基本的には、1アップ、1センチアップで OK だと思います。なので、8ハーフ履いてる人は、7ハーフが、大体物によって一緒かなって感じになりますね。で、それ 0.5 アップだと結構きつい。結構って言っちゃうよ。結構きついと思うんですよ。だから、まあ必ずって言って、まあこれは僕の個人の意見なんですけど、1センチアップが妥当なんじゃないかと思います。で、もう少し緩く履きたい人は 1.5 っていうぐらい感じですかね。次、ジョーダン4なんですけども、まあ出ましたよね、この前、あのカーキっぽいやつも。で、ジョーダン4に関しても、基本的には1上アップでいいと思うんですけども、まあなかなかね、ジョーダン4ってね、物によってちょっとね、違ってきてるような気がするんですよ、僕のイメージは。だから、まあね、0.5 は絶対ないと思います。基本的には。1か 1.5 だと思います。もしかしたら物によっては2アップでもいけんじゃねえかなっていう可能性がありますね。ジョーダン4に関しては。そしてジョーダン11もジョーダン4と一緒で、まあ基本的には1で 0.5 だと多分ね、きつすぎると思います。僕の意見ですよ。なので、まあ、レディースでジョーダン1、ジョーダン4、ジョーダン11って出た場合は、ジョーダン1に関しては1センチアップか 1.5 アップ。ジョーダン4に関しては1か 1.5。で、ジョーダン11はもう1、1.5。で、ジョーダン1に関してはさっきちょっと言い忘れましたけど、 0.5 でもいける可能性があるということなんですね。で、物によってスパイジークも昔レディースたくさん出てて、僕ね、レディースのスパイジーク持ってるんですけど、さっき見たら 27.5 だったわけですよ。だから1センチなわけですよ、基本的には。なんで1センチでこれなのかちょっと分かんないですけど、まあね、でレディースでこれからも多分かっこいいモデルがたくさんこれ出ると思うんですよ。その時ね、皆さん困らないようにここでちょっと説明させていただきましたということで、大丈夫でしょうか。基本的には1アップでいいんじゃないかと思います。で、もしかしたらこれからね、7とかまあ、10とか、まあ、6とか、レディースで出る場合は大きいサイズがね、その時にはね、またちょっとね、違う感じで、ね、紹介させていただこうと思います。ということで今日はね、この辺で失礼します。今日紹介したのは、レディースのサイズ感でした。どうも、バスケットマンでした。